たくあんです。メトロです。たくめとのメトロセントラル、よいしょ。あれしっくりくるね。来ましたね。これこの1個前に決まったやつですけど、うん、早速しっくりきますね。今びっくりした。なんか2人でなんかパチパチしながら天井見て、そのセントラル。確かに不思議でしたね。セントラル。あ、しっくりくる、しっくりくるって。すごいいい名前、本当決まったね。いいですねこれ。よかったよかった、本当に。本当皆さんに広めていただきたい、うん、どんどんこれを。本当にだから略してどうする？略して。略して。ファンの方にどう親しみを込めて言ってもらえればいいんだろうね。タクメトの、まあ、メトセンだよね。メトセンですかやっぱり。メトセン。メトセン。はいはいはい、はい。V6 の紙線みたいな話。めっちゃいいじゃないですか。メトセン見よう。メトセンか紙線かみたいな、本当二択だから。そこ並ぶぐらいですよね。並ぶぐらいか。いいじゃないですか。いいじゃん、メトセンね。メトセン行きましょう。メトセンで覚えておいて。メトセンでね、お願いしますね。はいはい、で僕たちのことは、タクメトって呼んでくれたらね、嬉しいで、はい。メトタクでもタクメトでもね。はい。あ、メトタクはやめてくださいね。タクメトですんでね。はいはい、お願いします。決まりましたんで、さっき。悔しい。はい。ということで、先ほどはね、いろいろと、お話をね、させていただいたんですけど、はいはい、まあその続きじゃないんですけど、うん、あ、まあそうだね、はい、そうだね。まあショート動画、いや、はい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 、まあまあ、うん、早速ですけども、うん、について、うんうんうん、ちょっとこの回では話したいなと思うんですけど、そうだね、皆さんも結構ショート動画のその裏側とか、はいはい、聞きたいっていうコメント結構多かったりするから、うんうんうん、どう撮ってるんですかとか、この動画はなんかそのコツとかありますかとか、登録者の増やし方、はいはい、心がけてることなんですかって声結構聞くから、うん、はいはいはい、それはちょっとね、皆さんに聞いてもらえたらなっていうところで、はいはいはい、いいかもしれない。いいですね。なんかどっから聞こうかなと思うんですけど、うん、まあメトロさんの、うん、まずあれネタあるじゃないですか。まず毎日あげてるじゃないですか。うん、まあ、うん、僕もそうですけど、うんうん、ネタはどこから持ってくるんですか。そうね、それも結構みんな言われるんだけど、はいはいはい、俺結構自分の妄想、自分のもう頭の中で考える。ほうほう、全てもうせ全部設定もう考えて考えて、はい、あ、こういう客やだな、こういう客やだなって、今までの人生の経験から頭の中に残ってるその経験で俺は作ってるから、はい、え、そうなんですか。実はね、知識系はもちろん、知識系は携帯 の, そのネットは利用するけど、はいはいはい、後のことは大体自分の頭の中で考えちゃうかも。え、めちゃくちゃなんか難しいことやってないですか。そう、ずっとじゃあもうこういう頭で本当座って、あ、はいはいはいってことなんですか。もう本当に考える人みたいな感じでずっと座ってやったりとか、その、俺がその警備員のアルバイトやってるから、その立って、なるほど、立ちながら外の景色眺めながら、はいはい、こういう客いたら嫌だなって考えながらやってるってのがある、はい、あ、でもそれはやっぱその、うん、本当メトロさんのやり方かもしれないですね、まあ、それが一番、うん、当てはまるかなって。なるほど、うん、まあ何ですか、うんうんうん、髪の毛とかのなんかあったじゃないですか、この間動画、うんうん、ああいうのはまあ調べて面白そうな駅名とかだったらやろうみたいな。なるほど、いいね、ナイス好奇心、いいとこついてきました。出た、出ましたよ皆さん、出ましたよ皆さん、ナイス好奇心が。これそういうのはどうやって出るんですか。それはね、はい、実はあれは、はい、視聴者さんのコメントからいただいたネタなの、はい、たまにそういうこともたまにする。なるほど、あ、このコメントで、あ、この方の言ってることすごい面白いなっていうのは、はいはいはい、積極的にメールして、これネタにしていいですかって自分から言って、もう、はいはい、いただいてる。素晴らしいですね、それ。髪の毛面白かったでしょ。いや、面白かったです。そうそう、息子さんっていう方なんだけど、はいはいはい、息子さんって方なんだけど、はいはい、そうそう、その方が、あ、俺もすごい面白いなと思って。あ、じゃあ、まあ、例えば、まあ、難読駅みたいな時やった時に、うん、この漢字読めますかみたいな感じで来てくれたりっていう、あ、そうそう、来てくれる、そう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 。ああ、なるほどね。この駅名やってください、やってくださいって声をありがたい、はいはい、たくさんいただけるから、はいはい、そっからちょっと抜粋して、あ、これ次いいなっていう。プラスの連鎖は結構ある。はい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 。うん、はいはい、結構生配信とかして、うん、視聴者さんとのコミュニケーションで出るっていうもの。そうそうだし、そう、動画に対してのそう、はいはい、コメントからもそう拾ってっていうのもある、うんうんうん。なるほどね。ちょっとそれは僕あんまなかったですわ。あ、本当逆にあるかと思ってた。ちょっとそれは、いや、あまりちょっとやってこなかったですね。本当コメントはありがとうございますって感じで終わっちゃってましたわ。あ、そう。はい。確かにいろんな方の、それぞれの考えありますもんね。あるね。だから私この前こういう経験しましたとかね、駅でこういうなんか悲しい思いしましたっていうコメントもあったりするから、はいはいはい、なるほどな、これちょっとネタにできるかなっていうのもあるよね。あ、なるほど。なんか前に聞いたんですけど、うん、メトロさんの、うんうん、これ言っていいのか分かんないですけど、会社の元同僚さんみたいな、うん、はいはいはい、あ、うん、
にちょっとご飯一緒に行って、うん、あ、そうそうそう、最近の駅はどうみたいなのもやってるんですか。あ、全然やる、未だに同期と。すごいっすね。あ、仲いいから。そこ大きいよね。でかいですね。めちゃめちゃ大きい。はい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 。でそこあれか、高橋ちゃんはその同期も何も、はい、だ東海にいるってことか。東海、いや本当にたまに年に1回ぐらい来てくれたりする人に、うん、まあ今車掌やってる人とかに最近ちょっと腹立ったことあったとか聞いたりもしますけど、へー、なんか身近に聞けるのはいいですよね。なんかそのめちゃめちゃいい。ちょっと聞かせてくださいよ、僕にも。そのメトロさんの同僚さんの意見、勘弁して、勘弁してくださいよ。いいじゃないですか、それはもう一緒に聞かせていただいて。あ、じゃあそれは僕いただきます。いや全然、もちろん今度ディズニー3人でさ、はいはい、全然一緒に行こうよ。あ、お願いします。現役の東京メトロのその同期も東京メトロで、はい、また出世してさ、お、またその偉くなったのよ。第3駅務係を卒業しても第2位になったのかな。はあ、もう本当にもう駅長に向かって進んでるんですよ。うわ、うん、貴重よ話は。現役さんはいいですね。ね、それはちょっとね、お願いします。いや、もし、いや、よかったら本当に一緒に行こうよ。はいはいはい。だ、逆に思ったのが、うん、だからそのたくあんちゃんってその動画あれ、はい、何割が事実で何割が自分で作ったものなの、うん、これ結構言われるよね、聞かれるよね。僕は、うん、ほぼ事実ですね。すっごっ。本当にマジ、あの事実をコントにしてますね。若干、え、だって2年間だっけ駅にいたの。そうですそうです。そんな2年間当たり前、そんなあるか。いやでもあるか、駅の時もそうですけど、今現在もお客さんとして今利用してるじゃないですか。なるほどね。そこで見た乗客ですね。あ、なるほどね。そうです、駅目線で見た乗客です、全部。面白い。そういうことね。そういうことです。でこれあの鉄道系、確かに YouTuber の俺たちからしたらさ、はいはい、確かにプライベートでさ駅行くじゃん、はいはい、結構あるあるだよね、その一つでさはい、はい、なんかお客さんがさ、なんかすいませんって、はい、なんか普通になんかこれなんか改札引っかかっちゃってっていう会話を、はいはいはい、俺聞いちゃうんだよね。いや、こうそうなんです。新車見てこうなんかこう僕も分かります、それ。近づいちゃうよ、ね、はい、もうあの一番あの改札口に、うん、あの友人改札の方に近い、うん、はい、この自動改札のとこ通ってこうやっていきますもんね。耳傾けながら。いやだから本当絶対これはあるあるだし、はいはいはい、これがリアルの、うん、リアルなネタだよね。そうですね、これこそが、はいはいはい、それは本当に役立ってるなと思ってはい、はい、うん、本当に。だからあれだね、無人駅とかも、あ、無人駅はないか、そんな別に関東に無人駅はないか。だから結局どこの駅にさ、駅が存在するからさ。そうですね、大体いますよね、やっぱもうどこにでもネタは転がってるよ、うん、本当そうですね。電車乗っても車内で何かあるかなんても探しちゃうしさ。やっぱそうですね、何、うん、かアクシデントあったらあーとか思いますし、そうそうそう、ちょっとなんか、うん、例えばこの間の終電乗ってたんですけど、はいはいはい、めっちゃ爆睡してる人で、うん、なんか多分降りる駅でアラームとかセットしてるんでしょうね。あ、面白い、うん、ビーってなるんですけど全然気づかないですよ。で周りばっかもうるさい顔してて、うんうんうん、それもなんかもうできそうじゃないです か、 なんか確かになんとなくそれだけでも。多分メトロさんは、うん、一緒にショート動画作ってるので、うんうん、もうなんとなくイメージできると思うんですけど、うんうん、 そ、 ね、そのショート動画、そうね、だからそういうところからですね、僕は。あ、なるほどね。あれ今のネタ絶対俺もらうから、ね、なんでですか。いや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 、そんなもん、そんなもんじゃなくて作りますよ、それはもう。ダメ、それ本当に、本当に腕相撲、腕相撲で後で決着する。なんでですか。力でいきますよ、次は。はあ。だからそうだね。だから最近だから本当あれでも不思議なもんでさ、はいはい、自分も たまに改札に用があるからさ、はいはいはい、先生なんかこれ引っかかっちゃうんですけど、うんうんうん、行くけどさ、はいはい、なんか自分がいつも演技でやってることだからさ、はいはい、なんか不思議になるよね。現実世界でなんか、現実世界でなんで俺ショート動画みたいなことやってんだろうみたいな。確かに。一瞬頭からこんがらがるんですよ。後ろにグリーンバックあるんじゃないかと思いますよね。そう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 。すいません、金さん。やっちゃうね、あれね。いやー、わかりますわ、それ、ね。確かに。それが面白い。この、やっぱこういうね、ジャンルだからこそしか味わえない、はいはいはい、楽しさというか。なるほど。本当、鉄道業界に飛び込んでよかったなと思える瞬間よね。なるほど。じゃあちょっとまた別の角度なんですけど、うん、メトロさんの、うん、あの最初にバズった動画あるじゃないですか、うんうんうんまあ、そこから結構いい感じにずっと今も来てて、うん何十万再生じゃないですか、うん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 、でやっぱ伸びる動画のポイントとかはなんか自分なりにあるんですか今、うん、わーなるほどね。お客さんがこうしたらなんですか、いいねをしてくれるじゃないですか。はい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 。評価がいいっていうのは。うん、ごめんね。はい、ナイス好奇心。出ましたよ。ナイス好奇心。2回出るの珍しいですよ。1日で。すごい。なかなか2回出しました。引き出しましたよ。皆さん2回も。
いやそうだね、はいはい、伸びるコツか。なんかね、うんうんうん、なんかちょっとやっぱ気づくのはちょっと俺遅かったかもしれないけど、はいはい、やっぱりあれだね、カット割りを忙しくした方がバズるね、はい、最近やっぱそれは思う。その、はい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 、乗客駅員乗客駅員乗客駅員だけよりも、はいはい、乗客駅員でなんか走ってる誰か第三者乗客駅員第三者の結構第三者から見たら結構伸びる傾向にあるなって、はい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 、ちょっと前、うん、気づいて。なるほど、それを意識してやるかもしれない。確かにショートってやっぱ1秒1秒大事ですもんね。大事、この画面の切り替わりだったり。だって本当だって最初の2秒で掴まないとだってあのファンは減るっていうよね、うん、そのはあ、え、なんかそのだから最初の2秒がショートは命だよってなんかすごいなんかみんな言ってるよ。結局そうスライドされたら終わりなわけだから。確かに確かに、そこで一発そういうことですよね。パッと見た時の絵と音と文字とですもんね。そうそう、だから俺たちのすいません金さん、これは最初の2秒なわけ。このすいません駅員さんで掴めてるわけよ。ありがたいことに。なるほど、ね、今日はどんなお客さんだろう見てくれてるんですよね。そういうこと、すいません駅員さん、すいません駅員さんで、あ、今日はこんな客だっていう。そういうこと。なるほど ね、 だからね、興味はもう持っていただいてるってことよね。はい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 、見てくださるってことは、うん、僕たちのやっぱチャンネルを興味に、ね、持ってくださってるってことだから。はいはい、嬉しいです。本当に。え、逆にある、たくあんちゃん、その、はい、伸びるコツというか自分なりの定義、うん、やっぱり、うん、緊張感って大事だなと思いましたね。あ、結局。あ、なるほどね。お笑いもそうですけど、それは。ごめん、あの緊張感の話、俺やっていい？なんでですか？俺喋りたいわ、ね。いいこと言われたじゃないんですよ。別に分かってると思いますけど、メトロさんは、それは。まあね。あの、緊張感をいかにどこで作るかっていうのは考えますね、毎回。うんうん、そうだね。やっぱずっと平和でほっこりした感じもいいんですけど、うんうん、どこかでアクシデントというか喧嘩みたいなのがあると、はい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 、ちょっと見てくれるのかなとは思いますね。なんか確かに確かに、だからそれも結局 BGM 勝負ではあるじゃん。そうですね、いかにもう本当にいい音を使うかだいぶ変わってくるから。変わりますね。そこはこだわるべきよね、音って。ドンピシャでハマる音ですよね、そこのシーンに、うん、そう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 。だからそこ面白いよね。たくあんちゃんはさ、あの曲買ってるわけじゃん、はい、うん、そうですね。BGM とか全部買ってるんでしょ。まあ有料のやつで、まあ、うん、使ってますね。それすごいよなと思って。本当ですか。でもお金ないっていうのもあるし、やっぱ俺買えないもん。いやいやいや、僕もあれは本当にちょっと僕の兄がその動画編集とかやってるので、うん、それもあって、あ、使わせてもらってる。え、そうなの。共有してもらってる。あ、そうなんだ。それも。お金ないですから僕も、うんうん、いや、まあね、もう周りに頼って頼ってですよ、うんうんうん、いいのよ、メトロちゃんにもっと頼りなさい。メトロちゃんに頼ってきますか、もうメトロさんにもバンバン。え、こわ、びっくりした。照明買ってるじゃないバレちゃった、バレちゃった。待って、今さら、え、全然触れてくんないなと思ってたけど。そういえば、そうなんですよ皆さん、僕照明買ったんですよ。めちゃめちゃちゃんとね進化してるじゃないですか。びっくりした今。そうよ、今ね本当に照明買ったんだよ。本当にこのね狭いこの 1K の部屋で、はいはいはい、なんとかこうやって皆さんファンも作れて、はいはいはい、夢の部屋でございますよ本当。こはいや最高じゃないですか、ほんまに。もうどんどん本当にいい動画をこれからも上げていきたいですよ、うん、だから本当そう。だから本当に俺この家引っ越してから急にバッと、うんうん、YouTube で調子に上がってきてるんだからね。じゃあめっちゃいいとこじゃん。めちゃめちゃだから引っ越して本当運気がというか、そんなまあそういうのあんま信じなかったけど、はいはいはい、やっぱあるのかなと思って。そういうのやっぱいいんじゃないですか本当に、うんうんうん、家環境とか大事ですからね。いや大事大事大事、めちゃめちゃ大事だよ、はいはい、あとあれだ、あの秒数、ごめんね、はいはいはい、秒数の話も前にしたけど、あ、秒数、はいはい、あのお互いなんか50秒の動画もあれば、はいはい、40秒30秒もあるじゃん。結構30秒の動画とかってさ、うんうんうん、ちょっとやっぱ難しいよね。あ、そうですね。バズるっちゃバズるけど、はいはい、みたいな。終わっちゃいますもんね。なんか、もうちょいっていうところでなんか。うん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 、うん。そうですね、確かに。ある、たくあんちゃん、その30秒ぐらいの動画で100万回回った動画ある？30秒ぐらいですか。うん。なかなかないか。そうですね。多分、前に30秒ぐらいで上げたんですけど、うんうんうん、IC カードで入ったのか、うんうん、モバイルスイカなのか、うん、アップルウォッチが分かんなくなっちゃったみたいな。ああ、見た見た見た、うん、あれは確かに30秒ぐらいだったんですけど、うん、そうだね、30秒もう本当にその中身だけをやったんですけど、うん、
やっぱあまりなんですか、うん、評価は良くなかったですね。なんでだろうね。結構だって自信あったでしょ、まあ、正直その現代じゃないですか。そうだよね、そうだよね。だから分かんないんですけど、うん、やっぱ YouTube ショートでは本当、うん、いつもより本当に良くなかったんですけど、うん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 、TikTok でも同じように上げたんですよ。お、 TikTok では100万回いくんですよ。それが不思議ですね。マジで、はい、え、 TikTok100 万回で、100万回で YouTube でどのぐらいなの今現在で。今現在 YouTube だと本当に2万とかです。はい、マッチで2万ぐらいしか回ってないです。これがまたなんかその不思議ですよね。不思議やね。あ、でもそうかもしれない。なんか確かにバズるあれ違うよね、やっぱ YouTube と TikTok って。やっぱ TikTok は本当に短くてもいいのかなとか思っちゃいますね、うん、だからこそ、うん、確かに確かに。俺逆なのよ、はいはい、YouTube でバズるけど TikTok は全然バズんないパターンが多いかも、うん、なるほど。俺はそうそうそう、確かに YouTube で100万いってるのに、うん、っていうのはありますよね。全然ある全然ある。 TikTok でも10万回とか、はい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 、よし、そこをもっと問い敷き詰めたら絶対いいんだろうけどね、うん、そうですね。調べてとかさ、ほんとそうですね。でも夢あるよどの道、もちろん YouTube も TikTok も、はいはいはい、頑張りましょうどっちも。いや、ほんと頑張っていきましょうよ、ね、いやちょっと本当にね、もう止まんないんでこのままだとショート動画の話は。そうだね、そうだね、はいはい、ずっと喋ってるわ。そうですね、もうだから本当にこれからも見ていただきたいっていうところですね、うん、いや、まずはねショート動画本当毎日ね、はい、更新するのでお願いします皆さんね、はい、こうやって聞いてくださって、はい、ありがとうございます。でちょっとマジで話変わるんですけど、おお、どうした、これ買ってきました。ちょっと待ってよ。これマジ本当僕なのか本気なのか分かんないですけど、皆さん、あの手作りしましょうカップゼリー、ATC っていう青リンゴ味のなんか元買ってきたけど、どういう気持ち今、どういう気持ち。いやいや、もうこれお土産なの。俺お土産ですよ、それは。ちょっと待ってくれ。どういうこと、思ってて、袋の中なんか粉の音するよ。サラサラサラって、これカップゼリーの元だもん。それはサラサラサラって音なるよ、これ。そうですね、ちょっと待って皆さん。何これ、これあのマジで長野県ではめちゃくちゃ有名なんですけど。あ、待ってこれ、はい、長野のお土産。そうです。長野では超有名なんですけど。マジかい、はい、寒天パパっていうところの、お、まあ、寒天ゼリーなんですけど、これ、へえ、もうお湯入れるだけですぐできるんですよ、これ。へえ、だからめちゃめちゃ簡単なんですよ。マジ、はい、お湯入れて、もう冷蔵庫入れるだけで、お、完成する、お、もう超簡単ビミゼリーなんですよ。ビミゼリーなんですね、はい、微妙ゼリーではないですか。微妙ではないです。もう長野県民全員的に回します。それだけ勘弁してください。それだけ勘弁してください。はいはい、ありがとう。わ、なんか申し訳ないです。はいはい、なんすか。北海道のお土産さ、はいはい、3つぐらいストックあったのよ。お、あるんですか。あ、食べちゃいました。ごめん、誘惑。これは申し訳ない。北海道のお土産美味しすぎて。それはあれですか、事務所の人に配ったとかじゃなくて自分で食べた。自分で食べました。とりあえずなんか会う友達とかにあげるようにちょっと3つぐらいちょっとストック置いておいたのよ、うん、はい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 、はい、ラーメン、ラーメン、その、はい、ポテチのお菓子だったから。絶対美味しいじゃないですか、北海道のラーメン。申し訳ない。だからさ、ああ、今日だたくあんちゃんに何あげようと思ってちょっと今考えてるんですけどね。いや、ちょうど今日撮ってる日が、いや、僕のそうだよ、誕生日ですよ。いや、ほんまやで。はい、誕生日だもんね。そっか、たまたまだし、ですけど今日1月20日、はい、20日か、誕生日や。何歳。25になりました。いや、25ですって。はい、どう、25ってどう、数字的に。正直、正直めちゃくちゃなんか、うん、嬉しい年ですね。なんか25って、うん、ようやくなんか大人になった感じがします、うん、はい。え、大人になったなって、はい、思うの遅くない？なんか普通なんか20歳で大人になったなって思うじゃないですか。だから数字的に、なんていうんですか、やっぱ20代前半だったじゃないですか、今まで。ああ、はい。それがようやくなんか、ああ、仲間入りできたのかなっていうところありますね。あ、じゃあ結構大人になるその抵抗はないんだ、うん、別に30代になっても別にその嫌だなっていうのはないんだ。ないです、ないです。もういいね、逆に年取りたいですもん、僕はもう。へえ、はい、大人やね、やっぱね、メンタルというかその中身は。いや、なんかそうなんですよね、本当に分かんないですけど、うん、ちょっとやっぱり結構なめられやすいんですよ、僕って。めちゃくちゃいろんな人に、へえ、なんで、後輩にもすぐも
変な扱いにされますし、あそう、まあ、いじられてるのありがたいですけどね、それはもちろん、まあね、でももしかしたら変わんないかもしれないですね年取ってもそれは。いやまあそうじゃない、そういう人なのかもしれないですけど、僕はその他の人に対しても、うん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 、でもいじられる人は基本だって愛される人やからね、結局じゃない？そう考えたら嬉しいですか。いやねえねえ、だから本当にそこは本当に愛されキャラなんだろうなと思うよ、うん、じゃないとこんなあなた5万7千人もフォローね、登録者数いないですよあなた。まあそれはもう、うん、レトロさんと一緒ですけどもいやいやそうね、お互いにそう愛されてると思うと本当よ、ありがたいですね、うん、だからありがたいし、だからそういうねやっぱ僕たちのことをさ、こうやって応援してくれてる人がいるからこそ、はい、これからさ、はいはい、それこそオフ会とかさもうね、いいじゃないですか、そういう話もさ、はい、敷き詰めていきたいなと思って、はいはいはい、ね、マジオフ会の話とかも今度しましょうよ、ちゃんとしましょうよ、はい、何やるとかもちょっとラジオで、じゃあ本当にしましょう、だからそれもね、うん、考えて皆さんにちゃんと正式に発表したいし、はいはい、そうですね、皆さんと本当に生でこう会って交流して、はいはいはい、ね、あの、はいはい、感謝の意を述べると、うんうん、オフ会だと何したいんですかメトロさんは、オフ会では、これなんで笑ってるんですか、違う脱ぎませんよ、なんか期待してないですよ、肌影みたいな、肌影とかしないですよ、いやそんな別に期待してないですけど、あ、まあ、どうなんか何かやりたい企画じゃないですけど、確かに、だから目のこの聞いてくださってるファンの方を目の前にするわけですから、そうだね、何をやりたいのかなっていうのはなんか聞きたい、でもあのもちろんこっちからやりたいよりも、はいはい、なんか結局集まってくださる人たちがやりたいことをやりたいよね、結構その、うんうん、むずくさい話じゃないけど、はい、望むことは何でもしたくない、向こうが例えば質問だけでいいですっていうのだったら全然質問だけでもいいですし、はいはいはい、っていう感じでネタやってくださいっていう無茶ぶりにも答えるし、なるほど、こっちから何かしようというかは、はいはい、会って皆さん何したいですかでも悪くはないのかなっていうのもある、本当にも交流というか、うん、皆さんの求めてるものをそこで見せるという、でこっちからなんか聞いていっちゃっても、うんうんうん、はい、あ別にそういうネタとかじゃなくて2人と話したいのにで時間過ぎても、はいはいはい、なんか申し訳ないなっていうのはあるよね、確かにそうですよね、逆にどう、たくあんちゃんは何かしたいってある、うん、いやでも本当にこのトークしてるじゃないですかいつも、うんうんうん、このメトロさんと、うんうん、これをまあまあ皆さん交えてしたいのはありますね、うん、見ていただきたいっていうのは、それだけでいいよね、はい、正直、はい、それだけでも十分交流になってるし、はい、向こうも嬉しいと思うのよ、はいはい、だからそれもありだし、でもやっぱ強いて言うならばやっぱたくあんボーイの裸影が、うん、なんでですかいやふんどしでいいから、いや一番嫌ですよふんどしが、二人の肌掛けは求めてないですからね絶対に、オレンジスーツでもうビシッと出てきてほしいですよ、あそこはもう芸人、うん、芸人してなくていいですか、大丈夫です、そこは、はい、芸人はいいですよそこは、二人ふんどしで、ね、リアクション芸じゃないですから僕らいやだから本当にね、いやね、そういうのもやっていきたいですし、やりたいよ、だからびっくりしたのがさ、その今その、はい、もちろん知らない人いないぐらいだけどさ、はいはい、コムドットさんのオフ会知ってる、はい、知らないです、俺なんかちょろっとそのおすすめにコムドットさん上がってきて、はい、ちょっとさっき見たんだけど、はいはい、オフ会何人来ると思う、オフ会っすよね、コムドットさんのコムドット東京オフ会します、まあ、でもあの人たちすごいですからね、うん、人数も登録者も、まあ、まあね、あー150、おお150人、はい、10万人だって、うわ俺びっくりして、10万、オフ会よ、オフ会じゃないっすね。スーパーライブですよ。もうそれこそ本当東京ドーム2個分だからね。どこでやるんですか10万で。どこなんだ10万だから。多分、ね、時間とか引き分けてその握手会みたいな感じだと思うんだよね。はいはいはい、はい。ザーッと並んで長時間かけてみたいな。はあ。びっくりしたよ本当に。でも僕らの登録者合わせたら10万人いきます。ほんまや。いや10もう11万4千人。いっちゃうよ、来ますよこれ、来たんじゃないこれ6日ぐらいね、う日とかの確かに無理っすよ、確かに、え皆さん握手しますあの本当 あったかい格好であの外に 2,3 日並ぶんですけども、あったかい格好で気が 2,3 日は並べないですよ、さすがだから本当ありがたい話でさ、はい、このあと4月はいはいはいさ10万人目指そうって今言ってるわけじゃん、本当にもう行きますよそんな2人で、で本当にこれって数ヶ月前から5万人目指そうねって言ってるのが、はいはいはい、正直現実今こう叶ってきてるわけよ、うん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 、正直1万人2万人3万人4万人5万人の時も一緒にいたじゃん、はいはいはい、一緒にファミレスでさ夢語ってさ、そうじゃないですか、もうね家でも語ってさ、はいはい、それが本当に今本当に現実にクリアしてきてるの全部、はいはいはい、
だから本当10万人は本当夢の夢だったけど、うん、はいはいはい、2人でさ銀の盾さこれ掲げてさ、はい、一緒に生配信しましょうよ。マジでやりましょう。ほんまにいただきました。そうやばくない？めちゃくちゃいいじゃないですかそれ。俺マジ本当泣くと思う。いや泣きますよそれ。その絵をもうちょっと思い浮かべると泣きますね。泣く泣く、はい、こればかりはちょっとすごいっすね。やっぱこの積み重ねがいいですよね。またそう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 、一番楽しいですけどね、この今積み重ねしてる時が、うん、またそうだね、そうだね、うん、なんか幸せな話だけど10万人達成した後は、うんうんうん、まあ、正直20万人までちょっと遠いじゃん。そうですね、ちょっとなんか別にね、誰はしないけども、はいはいはい、ちょっとなんかね、うわ頑張らないとなってグッてなっちゃうかもしれないね、うんうんうん、頑張るけど。そうですね、そういう意味では確かにそのまずは10万人まで、はいはい、行ってって感じで。そうですね、うん、そこはもうやっていきたいですね。いや本当頑張ろうよ本当そんな、はい、で今年中にはどうする？今年聞いていいですか？今年中には、うん、12月31日までには、はいはいはい、12/31までには、うん、30万人足りない。びっくりするわ。そうだろ。おたけびだ。鳴り響きましたね。もう一回やらせてください。はいはいはい、お願いします。うん、はい、じゃあいきますよ。はい、12月31日までに登録者数何人行きたいんですか。はい、100万人行き過ぎ。わかんないっすわもう。メトロさんがわかんなくなってきました。いやでもね、うん、リアルに30万人いいんじゃないですか。いやマジいい数字ですよね。確かに、はいはいはい、でもと現実的な数字、はい、今の僕たちのそのありがたいその伸び率としては30万人は可能な、うん、あれデータ、データは正直そこまで計算はしてないですけど、うん、まあ途中で、うん、ああそういうことか、きっとそういうことか、お互いどこかでそういうことか、さらに伸びるだろうって信じてます。うわごめん、はい、それはね、もちろん申し訳ない。だって俺、はい、今月あの正式のなんかサイトのデータがあるじゃん、はい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 、お互いのチャンネルの、うんうんうん、それ見た時に12月31日に20万人いく計算だったの、はい、20万人、はいはいはい、今の調子でいけば。なるほど。でも確かにそうだね、プラス、はい、お互いの間でドカンドカンがあるから、はいはいはい、30人しときましょうか目標。そうです、30万人。そうだね、そこを超えていきましょう。データを。そうだね、はいはいはい、超えていきましょう。データを超えていけですよ、ね、ちょっといいね、おもろいね、これですよ。キレキレじゃないですか本当に、はい、そうだね、30万人でいきましょうか。いきましょうよね、はい、大きく今年は。で、はい、これはね、あの、はいはい、そのすぐにこれ収録配信 されるんで、はいはいはい、2月中にね、はいはい、一応たくあんボーイちゃんとまたコラボショート動画ね、うん、あの載せますので、これ聞いてる方はね絶対見てくださいということですよ。見てくださいそれは、ね、2月の中旬ぐらいかな。2月中旬ですね、はい、またできればね、あの5本ぐらい載せたいと思ってますので、はいはい、できればね、もうまた考えましょう、うん、頑張りましょう。考えて、ね、この間本当にあの耳の不自由な方の手話の動画、うん、だったり筆談の動画、はいはい、車椅子がすごく好評だったじゃないですか。いやありがたいことに、いや、うん、もう本当にだってびっくりする。んとタクアン TV のコラボ動画の再生回数、うん、何あれ。いやいやいや、もうコラボ100万以上、100万以上ですよ、そんなの3連発でしょ。いやすごいよね、すごいですよ、すごいよ。本当にやっぱ求めてくださってるなと思いました、このコラボを、うんうん、そうだね、はい、うん、めちゃめちゃ聞くもん、コラボしてくださいまだですかって。うん、だいつもこうやって会えるわけだからね、こうラジオも撮れるし、はいはいはい、ね、あのいろんな台本も一緒に作れるしさ、うんうんうん、本当力合わせて頑張りましょうよ、本当に。そうですね、本当に、はい、もう、うん、あれですよね、たまに、うん、メトロさんがタクアンボーイに間違われたりもしてますけどね、あの生配信とかで確かに似すぎてて、あのあれが確かに動画のあの感じが。でもやっぱなかなか気づきにくいもんなんだね意外とね。そうなんですね、まあまあ帽子かぶって駅員さんっていうところでは確かに、まあそういうことよね、うん、まあまあでももうどっちかの名前知ったらお互い知ってるっていうところで、うん、いや本当それだけでも本当ありがたいよね、はい、本当になんか駅員が2人いるわ、でも本当十分じゃん、本当十分ですね、知ってくれてるだけで、はいはい、本当にこれからもお願いします皆さん、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、うん、そろそろ時間になるということで、はい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 、今日はね、うん、ショート動画について熱く語らせていただきましたけど、そうですね、はい、確かに燃えたね、今日燃えましたね。じゃあそのお土産食べてくださいね。ちょっと考えます。なんでお願いします、食べてくださいよ、それお湯入れるだけですか。考えますね、うん、プレゼント欲しいな僕は。
はい、まあね、ちょっと期待してます、この後。任せてくださいよ。ありがとうございます、はい、ということでね、うん、タクメトの、メトロセントラルですね、はい、今日は終わりにしたいと思います、はい、いつもありがとうございます、ありがとうございます皆さん、またお会いしましょう、はい、さようなら、ま、バイバイ。